クリップ関東の南に南岸低気圧がある天気図。南岸低気圧とは日本列島南岸を発達しながら東に進んでいく低気圧のこと。秋から春にかけてよく発生する暖気を運んでくる日本海低気圧とは対照的に日本に寒気を運ぶことが多い。また日本列島の太平洋側に大雪や大雨を降らせることが多く、特に 東京を含む関東地方南部における大雪のほとんどは南岸低気圧によるものと言われている。厳密には四国沖や東海沖、東、シナ海などで発生して日本の南岸を襲うように東北東の方向に進む低気圧を指す。なお、文献によっては中国大陸南部で発生したものも含める。進行方向に当たる東側に温暖前線。 西南側に寒冷前線が形成され、それぞれ低気圧の周りを半時計回りに回転してくる。前述の地域で発生した低気圧は発達しながら東に進み、ちょうど日本列島南岸に差し掛かった頃に最盛期を迎える。温暖前線付近では強いエに伴う高温と雨、低気圧の周囲では強風、寒冷前線付近では強い北風、 東風とまとまった雨に見舞われることが多い。なお、気象予報分野では、南低と略されることがある。暖気側では、季節外れの大雨や高温、寒気側では、低温をもたらすという特徴がある。晩島から、初春の関東以西の太平洋側に大雪を降らせる典型的な低気圧である。また、東北から、関東地方にかけての東日本太平洋側の、降雪は、 この低気圧によるものが多く、万東から初春の2月から3月上旬にかけて降りやすい。立春以降の場合は春の大雪と呼ばれることがある。特に関東地方では例年すでに桜の開花シーズンを迎えている3月下旬から4月にかけて季節外れの雪をもたらす場合がある。この場合、開花した桜、 チューリップなの花等の春の花が咲いていながら、雪が降るという不釣り合いかつ不思議な光景になることがあり、2010年4月17日の関東地方のように、新緑や若葉をバックに、雪が降った年もある。単純に更新するだけではなく、北上、停滞したり、急発進、急発達などにより、予報が外れるケースも多く、大きな災害となったケースがいくつもある。これは、 ブロッキングも関係している。台湾沖で発生して日本に襲来し被害をもたらすものがあり、天気図では低気圧の周囲の等圧線の形が坊主の頭に似ていることなどから古くは台湾坊主と呼ばれていた。この低気圧は時に台風並みの勢力に猛烈に発達し、波浪、暴風、集中豪雨といった災害をもたらすことがあった。その後、 気象庁が用いる予報用語としては台湾低気圧と言い換えることとされ、さらに東、シナ海低気圧と変更されて現在に至る。東、シナ海低気圧は南岸低気圧の内東、シナ海で発生するものを指す名称である。1970年1月30日から2月2日の昭和45年1月低気圧は大災害をもたらした。 低気圧で、中部地方から北海道にかけて暴風、大雨、波浪の被害が発生し、死者、不明者25人、住宅被害5千0頭以上、船舶被害293隻の被害を出した。29日午後2010ミリバール、30日15時に996ミリバールだった、中心気圧は、31日3時に976ミリバールと、猛発達。 同日八のでは962.1ミリバールを観測するなど気圧が急低下して爆弾低気圧となった。1999年10月27日には関東付近で低気圧が急発達し千葉県佐原市で1時間雨量153ミリメートルを観測する記録的な豪雨となった。記述のように東京を含めた関東地方の平野部の雪のほとんどは 南岸低気圧に伴うものである一方、その予想は難しいとされている。これは関東地方特有の地形性の大流寒気や低気圧のコースのずれが予報の誤差要因となるためである。週間天気予報でも雨か雪、雪か雨で発表している。南岸低気圧により関東地方平野部に雪の可能性がある場合、予報を左右する主な要素は 以下が挙げられる。なお、南岸低気圧による、関東平野の雪は、雪水比が0.5から1.0程度で、湿った雪が多く、降雪時の気温も零摂氏一度程度の場合が多い。地名の後は、最大積雪量。太地は観測史上最大もしくは1945年以降最大。1984年1月31日頃の南岸低気圧による、 最新積雪量1984年の冬は関東を中心に南岸低気圧による大雪にたびたび見舞われ、冬季の走行雪量は東京が9 2トル横浜1 0 9トルで観測史上最高を記録した。1994年2月12日頃の南岸低気圧による最新積雪量1998年1月15日頃の 南岸低気圧による最新積雪量2001年1月27日頃の南岸低気圧による最新積雪量2008年2月9日頃の南岸低気圧による最新積雪量2014年2月8日の南岸低気圧本州南岸で発達しているのがわかる2018年1月22日の南岸低気圧ありがとうございます